新井監督、上機嫌。広島がセリーグ首位の強さをこれでもかと見せつけた。打っては今季最多タイの19安打で最多14得点。投げては先発の森下が7イニングを無失点にまとめるなど3人の投手で3安打の完封リレーを完成させた。新井監督が、みんながみんな、全員がいいところを見せてくれた。すごくいい一日でしたと、左打ち輪で今季最長の5連勝を決めた。派手な圧勝も始まりは、地道な1点からだった。1回のワンアウトに、3塁。4番の小園が左打席に入ると、オリックス内野陣は前進守備を敷きながら、ショートのルーキー、横山だけが後ろに守った。ここで新井監督が、小園、見えているよねと振り返った打撃を披露。ショートゴロで三塁から秋山が難なく先制のホームを踏んだ。内野のポジショニングも打席の中でしっかり確認しては入れていると思う。周りが見えている、いい先制点のショートゴロだった。新井監督も高評価する本田による打点。勢いに乗っているチームが優位に立つと、押せ押せの展開となった。大量点に守られた森下はテンポよくゼロを刻んでいき、センス抜群の打撃では2安打1打点。普段は打席に立たないパリーグの投手との差を見せつけ、新井監督も、毎度毎度のことなので本当に慣れてしまっているというか、ナイスピッチングでナイスバッティングだったと賛辞の働きだった。貯金は今季最多の7、首位をがっちりと守った。中村健人と中村翔成を入れ替えしてほしい。今、打撃コーチは誰だっけ？あまりにも変われ、コールが大きくて変わったんだっけ？カープファンには最高の一日でした。やはり坂倉は一塁手が良いね。今のうちにバンバン貯金しましょ。こりゃ明日は負けるな。オリックスには毎年散々やられてきたから、このくらいじゃ許してあげないぞ。ここまで大量得点じゃなければ、森下一人で完投するかと思った。鬼門はソフトバンク、ロッテとの戦いだ。失速しないよう頼むぞ。無失策で四球も3人で2つ。守りでも隙がなかったですね。監督が代打で出ても打てた、じゃないかな。他球団ファンですが、末金選手が加わってから打線に勢いを感じるのは自分だけではないと思う。すごいな今日のカープ。鬱憤晴らしには十分すぎる展開。西川、どんな気持ちでいてただろうか。オリックスには4年連続3立てやられたので、たまにはカープも3立てさせてくれと思う。この分だと今年は交流戦期待できる。応援してます。おいみんな、落ち着いて聞けよ。今日の試合で、なんとチーム打率も防御率もリーグトップになったぞ。びっくりすぎる。このまま交流戦もリーグも優勝だ。